こんにちは、シャーリー富岡です。千葉木真由美です。忘れた頃にやってくるこのポップエクスプレス帰ってきたよ。ポップエクスプレス最近エクスプレスバヤリですよ。そうですか。そうなんです。後でちゃんと説明します。わかりました、はい、さて今回のスペシャルゲストは、うん、私途中からくん付けになっちゃう可能性があるけどごめんね、はい、それだけ仲がいい。頭はちゃんと3はいけると思う。3でいきたいと思いますけども、ありがとうミュージック代表の南部亮平さんです。お邪魔します。お邪魔します。今これを見ていろんな人がググってると思う。誰と言われてもうね全然もうとってもねもうインタレスティングなミュージックマンです。私たちもインタレスティングな人大好きだからね。大好きです、ね、この番組はねそういう方しか登場しませんけれども、先日スイートラブシャワーの、はい、楽屋でご挨拶をさせていただきました、うん、よろしくお願いします。そうなんです。そのねマンウィサミッションとかね、はい、ベリーグッドマン君たちをね、まあ、手掛けている、南部さんなんですけども、はい、亮平君なんですけども、まあ、その話はまた後ほどさせていただくんですけど、また亮平君のこう経歴が非常に面白くって、あの亮平君でも最初の音楽との出会いって どこからスタートになるのかな。でも自分自身中学高校とやっぱ、うん、自分自身がバンドに憧れ、うん、バンドを始め、うんうん、本当に軽音楽部みたいなところで始め、うん、音楽に始めたのが一番最初かもしれないですね。その頃はどんなのをやってたんですか。スカです。その中学校の時からずっとスカですね。渋いね、中学生ですか。ねえ、ね、って言われるんですけど、自分が通ってた学校は比較的そのスカっていうのがマジョリティにあったというか、うん、結構その学校の校舎の中でこうスカが当たり前のようにかかってたんで、うん、そんなにこう違和感なく、先輩もそうスカバンドやってたりとかもあったんで、その影響で、うん、いい学校だですね。素敵な学校でしたね、うん。でそのまあバンドも始めつつ、バンドやりながらまたいろんなことをしてますね。もうだからスペシャルで喋ったり、ね、スペシャルで MC を、そうですね、20代半ばぐらいですかね、やらせてもらってて、なんていう番組だって、まあ、ユイカのコンテバンドで番組で、うんうん、まあ、ワンコーナーやらせてもらったりとか、あとアフレコの仕事させてもらったりとかしてて、うん、じゃあ見てるかも。見てる、絶対見てる、ね、見てるそうですか、うん、でそこから、まあ、あのまあラジオもやったりいろいろで、まあ、後にねこうレーベルも立ち上げたり、ね、いろんなことしていくんだけど、その間は バンドもずっと継続して、今年で20周年になるんで。おめでとうございます。1998年結成で、うんうん、今年20周年、そのスカバンド、高校時代から始めたスカバンドが、うん、今年20歳ですね。すごい。バンド名はララックスってバンド、ララックスってバンドをやってて、まあ本当にそのバンドがいなかったら多分音楽業界に入ることもなかったですし、うん、そういう意味で言ったら本当にキャリアの一番最初はそういう本当に高校の友達で結成したバンドっていうのがきっかけでこの業界入ったのかもしれないです、ね、でももうそれをやりながら、ね、レーベルも立ち上げ、まあ、今マネージメントからありがとうミュージック、ありがとうミュージック、ここの店シェイク&チップスも実はあの亮平くんが手掛けたんだよね。かわいいですね。こうまずこのさあ来ました、溶けちゃいますから、うん、いただきます。千葉さんが初めてなんだけども、そうツートンビーツという、あのビーツとビートと、はい、ビーツと、あとビーツが入ってるんですよ、ね、これ赤いのがビーツってことですね。ビーツなんですよね、ビーツソースなんですよ。そうなんですよ、これシェイクにポテチをつけて、あ、つけちゃうの？ポテチにつけてこう食べるっていうのがちょっとうち の, そのこだわりでして、いただきます。いただきます。美味しいな、それがこの甘いとね、このしょっぱいの無限ループ、うん、美味しいですよね、これ。美味しいんですよ。初めてやったけど美味しいぜ、これ。最高。そう、まあちょっといただいておいて。カウンターの中にはあのバンドの方が。そうなんです。僕が20年やってるバンドのギターがここで店長で働いてますので。美味しいです。すごい、でもこう、マンウィズのアメリカツアーでこの食べ方に出会い、お店にまでしちゃうっていう、思ったことをやっぱ自分のコンセプトは
やっぱ行動して、言葉にまずして、それをやっぱ行動に移して実践して、で本当にそれをやっぱ自分の運命を変えていくっていうのが自分のやっぱ生きていくコンセプトというかの一つにはなっていて、なのでそういう意味で言うと面白いこと思いつくのはいっぱい思いつくじゃないですか、特に飲んでる時なんて、まあ、バカ話してじゃあねだってそうじゃなくて、やっぱそこをやっぱ言葉に変えて行動に移したいなっていうのは一つのコンセプトがあって、なので本当にまさしくマウイザミッションもそうで、全く売れる前から彼らってあのグラミー賞とあのビルボードナンバー取りたいって言ってて、でもそのもちろんまだかなってはないんですけども、やっぱその思いがなかったら海外でライブをやろうっていうにはなってなかったし、今でこそ本当に海外で行くのは当たり前になり、本当におかげさまでたくさんの方に海外でも見てもらえるような状況にはなっていってるんですけど、やっぱその思いっていうのがやっぱベースにあるっていうのはすごく、自分のやっぱ思いをまず行動するっていうのが自分のコンセプトかもしれないですね。いいこと言うね、思いを行動に移す、大事ですね、大事ですね、これは見習わなきゃですね、